もしもしはいどうした暴露させてもらいたいことがあるんですけど勘弁してくれ <laughs> 何暴露ってちょそれな有名な人いやそんなにそんなにはい何何があるの元メンバーがうんオタクとつながってて元メンバーがっていうのは何君もアイドルなのもともと同じグループでやっててああはいはいなんてアイドルなのモノローグっていうちょっと超底辺の 活動休止中になんて <laughs> いろいろあって300人フォロワーそれで何があったのよ最初にその元メンバーが他の子のファンの人とつながってこじらせて嫉妬とかででライブ飛んでアイドルもやめたんですけど、はい、その後に私のオタクをねッとって最終的に自分のオタクとつながって。 ツイッター消えとるへんげほとんどが今もまたアイドル始めて,始めてだからそのアイドルやってる時にファンとつながってたってだけとりあえずそうですあでつながってたって何どういうつながりなんその体の関係があったってことえもうバリ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 最強にあったってことはいワオスクショとかもえそのスクショっていうのはそのエッチなやつですかいやあのその子が私のお宅寝取った時に、うん 君のファンの子を寝取ったんですかはい <laughs> まえ、地下アイドルってそんなことすんのいや、なんかその子はそういうタイプだったっぽくてえー、ファン一人のために体を捧げるので、その前にも別の子のオタクと付き合ってて、うん、地下アイドルってなそんなにファンと繋がれるのすごくないそれはそれでそれでもまたアイドルやっててきてしょいなと思って あで、そんなオタクとつながってくせに今もアイドルやってるから暴露したいってことか。そうです。で、そのアイドルは今新しいアイドルやってるってことだよね。そうです。で、君はちなみにモノクローンの、モノクローンじゃないモノローモノローグのなんてこなったの <laughs> ゆずきです。あー、まだあの、ツイッターが残ってる子が。はい。もうやってないのもう、そのことがあってやめました。はいはいはい。DM に。これが何アイドル名なのグループ名です。グループ名 これ何ていうんだろう不ヘビイチゴ <laughs> そうですなんちゅう名前やねん不ヘビイチゴさんののメンバー一人がってことですか、はい、そうです今研究生になって研究生だから正式なメンバーではないってことそうなんですけどなんか前のメンバーが抜けるからデビューするっぽいって感じらしくてうーん だからこいつのせいで自分がいたアイドルのグループがまあなくなったからそんなやつが今のうのうと新しいアイドルグループでやってるのが許せないってことでしょそうです。なるほどね。でこのどれなのよあのえってか君も新しくアイドルやってないアイドルはやってないです。細々と被写体とか。君は雨宮柚月さんもっと。ああもう今やってないのね。あの被写体とかをたまにやらせてもらうぐらい。被写体 でもそれ晒してさどうすんのもう戻ってきてほしくないんですよだからそれ呼べないのその人私はもうつながりきっちゃったんでまあじゃあその人のツイッター今教えてよあの「天つゆ」って子です名前言うんじゃねえこのアホあすいません天つゆはい俯瞰症ヘビイチゴの天つゆってやつそうですこの子かなんか証拠写真もある何証拠写真どういう写真なのオタクとつながってるっていうどういうじゃあそれ見してよあはい これ DM 送れないのがこの子。確かに候補生ってなってるね。アカウントは運営管理ですってなってる本で。この話誰得なんて。いや、わからん。<laughs> 誰も得しない。不幸になるだけ。一人の地下アイドルが。早くしてね、君ね。あ、すいません。おおなんかおもろい写真来たな。<laughs> これはアイドルの子とファンの人のスリーショットですかあ、そうです。これ君なのどっちか。そうです。左が君これ。はい。え、これは何これ、 お客さんなのこの真ん中でなんかお願いマッスルしてる人はあオタクですでこれ左が君で右の子がそういう関係だってことそうですマジでこの二人がエッチしてるってことはいはぁいいなぁ俺もしたいいくら払ったらできるのこれえ無線でできるんじゃないですかマジっすかなんかすごいつながりまくって 地下アイドルなんか俺とつながりたいでしょう <laughs> だってこんなさ <laughs> 気持ちよりお願い増せるおじさんとつながれるならさ俺ともつながれるだろうええー、余裕だと思いますマジっすかでもこれ証拠じゃなくね私に送ってきたあ動画があんのかこれは最初に付き合ってたオタクいやこれはさらせんわこれはさらせん, <laughs> なんか今動画も届いたんだけどベッドでなんかあの男の方が寝てて女の方がほっぺにキスする動画がなんか届いた これはね、ちょっとモザイクかけれないから晒せないけど動画をスクショすれば晒せるな <laughs> まあ一応晒しとくかどうでもいいけど一応晒そうこれはあれ本人が送ってんのか女の子が、はい、アホやなま、まあ、メンバー同士で結構そういうの共有するもんねなんかめっちゃ送ってきて、うん、もう一人の子の推しだったんですよその人消すしてる まあいいけどさでもさ、うん、嫉妬であの子のことばっか見てるのが気に食わないからみたいなまあでもどっちにしてもそういうメンバー同士だったらもううまくいかないからしょうがないもう難しいよねアイドルはねそうですね君さでもこの人を陥れてどうしたいのえもう二度とアイドル業界に戻ってこないでほしいっていう <laughs> <laughs> ちなみにそいつは地下アイドルでありませんモノローグ「不寛症、ヘビイチゴ」は「地下アイドルではなくえ地下の地下の地下どっちかです」だそうです、はい、まあだからはっきり言ってどっちかのアイドルなんてルールもクソもないからさ正直はいもうそれは裏でオタクとつながってね、はい、なすするよそうですよねうんだもうそんなもんいちいちバカしても君のね評価が下がるよ逆にはい待ってこれアイドルと婚約できんのすげえ アイドルと婚約のチャンス。えー、なんたらかんたらがエントリー中、10、えー、位内に入ると不干渉ヘビチコメンバー全員と婚約温泉ワお。オいっぱいおっい僕元気。<laughs> あの、もしもしはい。そういうことをやってるの近下アイドル。どっちかは。はい。ええー、すごいね。婚約温泉。しかもメンバー全員とってやばくない やばいですやばいよ。てか、アイドルこれ <laughs>。え、君もやったことあんのちなみに。ないです。あ、水着着てんのこれ。うん、水着は着るんですかね。いや、知らないけど、もう、いいじゃん、こんなの。ほっとけよ、お前。はい。しょうもねえことすんなよ、おめえもう。もう。まあ、でも、一応、名前も出たしね。何かしら、まあ、わからんよ。なんもないかもしれんし。まあ、一部にはもう知れ渡ったわけじゃん、はい、こんだけの人数にさ。はい。もう、ええやろ。 はい、だそういうねどっちかは運営管理とかがちゃんとしてないからもうそういうも,うもんなんよだそういうのが嫌ならもうなんかちゃんとしたところでアイドルやるとかはいそういうことはいすいませんありがとうございましたちなみにファンをオタクっていうのはファンの名称っていうのが来てますけどなんかなんでオタクっていうの<ー>確かにファンのことを「あめメトロもしもしはいなんやねんオタクってオタクって自分もオタクだったんで オタクちゃザもしもーしはい別にどっちでもいいんだけどねはいじゃもうやめろよはい負の感情は自分の活動をマイナスにするいいがよく聞けはい人の足ばっか引っ張るようななそういう考えはなお前何するのか知らないけどネットで活動する以上マイナスにしかならんはいうせろありがとうございましたこれこれなんで。僕は人の足を引っ張ってんじゃないよ別にまっ、あ ただくよーはあちょっと待って危ねい。モザイクが取れそうだった今まあという話でした皆さんいやー恐ろしいなアイドル業界は。